いやー<え>なんか少しずつ春めいてきましたね。うん、でもね、花粉症でね、うん、悩んでる人、多いですよね、はい、<今>そうですね、私もまだちょっと鼻、ぐずぐずしてますけどもね<え>ね、昔はもう、病で飲み出す前は、もう薬飲んで、こう鼻に、あのーね、直接薬入れて目薬もして、うん、それでもまだまだだめでしたけど、今はもう薬飲まずにもちょっと、ちょっとぐずぐずってするぐらいの程度でで、えー、あ,あ,あとねね、うん、指でこう、ね、自分で、はい。 親指でね首をね後ろに持っていってこれでこの指をうんでしやつで緩めてあとぐーっと持ち上げるんですよで首筋筋肉緩めて牽引したら結構鼻の通り良くなるんですよ持ち上げる最後に持ち上げるそうそうこうこういうこういう感じでぐーっとねそれからね花粉だけだったらいいんだけどね今交差あねえ車も真っ白になりますもうすぐうん、ねで昔の交差はね害なかったんですよ昔の交差 昔から黄砂って飛んできてたんですかそ。そう、大昔から飛んでるよね。<あ>はい、そうなんですか。なんか話題に登るようになったのって、意外と最近な気がするんですか。いや、だから、まあ、ね、結構、こう、うんね、あのー、まあ、空が見えなかったりとか。うんうん、ね、まあ、いろんな、こう、弊害があるからですけど、黄砂は昔からありますよね。うん、ただ、今のね、黄砂は、粒子の分析でね、うんえー。無害なね、砂粒の表面に、オイルとかね、うんうん、それから、えー、炭素のすす。 それから硫酸塩硫酸塩、うん、それからね硫黄化合物硫化物あと鉛ニッケル、ね、そういった金属もくっついてるんですよ。そそれどれども体に悪そうな名前ばっかりですよね、うん、だから特にねニッケルが多い、ね、時は皮膚とかね目とか喉とか,喉とか鼻とか、うんうん、粘膜のアレルギーが増えるんですよ。 えー、ね、だからまあねご存知通り中国の大気汚染ね、うん、中国国内ではもう深刻な問題なんですよね。そうですよね。うん、もうちょっと前が見えへんぐらいね、ガスってたりしますもんね。ね、うん、でもうね、その大気汚染だけじゃなくてまあ土壌の汚染もひどいんですよね、うん。そうですよね。だってその大気の悪いの全部吸い取ってこう。 雨が落ちてくるわけでしょう。いや、だから、やっぱりね、あの農村地帯なんかでも、まあ、危険時とかね、ものすご増えてるし。で、まあ、中国ってね。まあ、あの赤ちゃんを誘拐して、売ったりとか。年間何万人、かな、まあ、そういった問題があるんですけど。心配がいの話題ありますね。うん。でもね。あの、先月、明らかになったことだよね。あまり、まあ。あの、表に、こう、公開されない情報って多いわけですよね。ええ。年間ね。捨てられる赤ちゃん。はい。 十万人。え、十万人。そう。赤ちゃんということは。やっぱりお腹の中で育てて。かわいいかわいいと思って、育てて、産ん、で、やっとできた子供。捨てるってことですかそうそうそう。十万人も。そう。なんで、うん。で、中国にも赤ちゃんポストってね、あちこち、今できてるんですよ。はい。で、そこに捨てられる赤ちゃんね。うん。全体で、や、まあ、十万人。十万人。でね、赤ちゃんポスト、捨てられた赤ちゃんの。うん。 99%が体に異常を持ってるんですよ、うんはあ。そういう理由で捨てる親がたくさんいる。か例えば奇形児だったらもう育て切らないし。ね、まあ、働けないしっていう問題もあるでしょうね。は悲しい現実ですね。え、ね、え。<ー>だから。ね、やっぱりその環境が汚染されたら。うん、ね。その、まあ、人間もね、あの、体汚染されて遺伝子奇、ね、が。ね、まあ、あの、遺伝子の変異を起こすんですけど。はい。 ただね土の中の微生物、はい、これも遺伝子変異を起こすすわけですよ、はあ、だから新たな細菌とかウイルスとかね、うん、毒性のきついものが今後どんどん出てくる可能性がありますよね、はあ、じゃあ新しい病気がこれから増えてくる可能性が本当、はあ、といたちごっこですね,ですねなんかもうすごい病気ができてそれに対応する薬をやっと開発したと思ったらまた違う病気が湧いてくるって。 それとかねもともと硫菌でねやっぱり多剤耐性菌って今問題になってますよねええあれはどうなんでしょうやっぱりどんどんこう対応する薬を作ってまたそれが効かなくなる、うん、だから要するに効かなくな,なるでしょ、ええね、で効かなくなって要するに耐性のね思った菌が、うん、その遺伝子他の菌に、うんね、あの渡すことがあるんですよ微生物っていうのは、はい、そしたら違う菌でも耐性を持つと、はいうん、ではもう同じことの繰り返しなんですよね でイギリスのキャメロン首相が、うん、でその調査グルーチームを作って調査を行ったらえっね今ね大体、えー、いい年間ね、えー、70万人が耐性金で死んでるんだって、うん、70万人もはい、ね、世界でね,は<ー>ねでもね、はいえー、2050年に,年には、うん、1000万人が耐性金で死ぬっていう、はいはい、え七70万人が1000万人に増えるってことですかなじゃあその大成金 ももう増増ええててるるってことですねもちろんんんどどんわけ、ね、はあこれほんまイたちごっこでイたちごっこどころじゃ追いつけなくなってますよねそ,すそんなに増えてるってことは、うん、だからまあね安易にまあね、うん、例えば添加物にしてもね、うんまあ、か使ったら簡単だから腐らなくなったりとかねそれからまあ殺虫剤もそうですよね、うん、あとまあねちょっとお薬を、ね、多用しすぎ,しすぎたりうん、うん、やっり化学物質による害がね まあ非常に問題なんですねだから、うん、要するにねあの自分自身の本来の健康状態の免疫機能をしっかりつけることうん、うん、まあそのためにはやっぱり毎日の食,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 、ね、食生活が一番大事なんですけどね。でまあかね、うん、でまああの東京で大きなこう展示があるけど<っ>関西ねもう36年目のねうん、うん 関西健康産業フェアっていうのがあるんですよ。はい、あ、そうなんですよね。はい、はい、こちらになります。はい、こちらは、えー、大阪の、えー、京阪電車とそして大阪市営地下鉄の天馬橋駅降りてすぐのところにあります。マーチャンダイズマート O.M.M ビルに直結してるんですね。はい、えー、こちらの、えー、2回展示会場 C ホールで行われます。はあ、やっぱり健康と美容は。 もうね、うねイコールつながってますからね。まあ、ねだからまあ、とにかくね。3月の、えー、2日、3日だったかなえー。4月の2日目 <laughs> はい、4月の2日、3日木金と <laughs>、はい、はい、2日間、えー、朝10時から、えー、2日は夕方5時まで、3日は夕方4時半までとなっております。もうね。やっぱり健康と美容のことを知りたいこと、いっぱいあると思いますので、ここに行くといろんな情報を得られると思います。ぜひお立ち寄りください。 とということでですね、えー、ラジオの方でもこういった健康になる元気になるお話をねさせていただいております。毎週水曜日夕方5時45分からラジオ大阪 OBC ダイヤル1314に合わせてくださいね。では皆さんまたお会いしましょう。さようなら。